このレッスンではウェブサイトやアプリでよく使われるこのようなアニメーションする折れ線グラフをコンポーネントのステートを使って作る方法を解説します。今回はあらかじめコードのグラフが表示されているワークアウト画面を用意しました。このグラフをベースにタブをタップするとグラフがアニメーションしながら切り替わる折れ線グラフを作成していきます。まずはこのグラフをコンポーネント化します。次にステート機能を使って新規ステートを追加します。プロパティインスペクタにある初期設定のステートメニューから新規ステートを追加し、分かりやすいようスピードと名前を付けます。ではスピードステートを選択し、速度のタブが表示された状態のグラフの見た目を編集していきましょう。まずはオレンジ色のタブボタンをダブルクリック等で選択し、速度部分に移動します。続いてグラフの縦軸の項目を速度用に変更します。次に折れ線グラフの形状のパスを適宜変更します。では一旦初期ステートと新しく作成したステートの見た目の違いを確認したいと思います。このように形状が変わっていることが確認できました。次に折れ線グラフがアニメーションするようプロトタイプモードでインタラクションの設定をします。ワークスペース上部のタブをクリックしてプロトタイプモードに移動し、まずは初期設定のステートに対してインタラクションを設定していきましょう。速度のテキストをダブルクリック等で選択すると青い矢印が出てきます。この青い矢印をクリックし、プロパティインスペクタのインタラクションにあるトリガーをタップに、アクションの種類を自動アニメーションにし、移動先は追加したステートのスピードを選択、イージングはイーズインアウトに、デュレーションは 0.6 秒に設定します。続いてスピードステートに対しても同様の操作を行います。再びコンポーネントを選択してスピードステートを選択します。この状態でコードのテキストを選択し、青い矢印をクリックします。プロパティインスペクターを見ると、移動先以外は直前に操作した設定内容が自動で反映されるので、このままにして移動先を初期設定のステートにします。それでは動きの確認をしてみましょう。ワークスペース右上のデスクトッププレビューボタンをクリックしてプレビューウィンドウを開きます。タブをタップすると折れ線グラフがアニメーションしながら表示されました。以上でアニメーションする折れ線グラフの完成です。